はい、どうも、ということで、えー、すいません、ちょっと夜遅くなってしまいましたけども、えーとね、これ本当にね、わけのわからないね、ことがね、えー、ニュースがちょっとあったんで、一個ね、これ取り上げたいと思うんですけども、えー、栃木県遊漁港、 組合っていうね。えー、これ何かっていうと、いわゆるパチンコ、パチンコ屋さんの組合ですね。うん。えー、そういうね、パチンコ屋さんでく、あのー、のなんか団体みたいな組合みたいなものがね、まあ、く都道府県で多分あると思うんですけども、まあ、そと、あの、例外なく栃木県にもあるんですけども、そのね、えー、パチンコ屋さんの栃木県のね、組合がですね、まあ、今、まあ、あの、感染症の影響で、えっ、ー、と、休業要請ってパチンコ屋さんがね、に出されてるじゃないですか。 うん、で、その県に対してなんですけども、休与要請の対象からパチンコ店の除外、パチンコ店を除外してくれっていう要望を出したみたいなんですよ。で、これ全国で栃木県の組合だけみたいなんですよね。これ出したのがね。栃木県の組合が初めて出したみたいなんですけども、まあもう正直言って、僕、栃木県民ですね。栃木県民なんですけども、正直言ってこんな恥ずかしいからやめてくれって、本当にこんなこと。バカじゃねえのって、本当に。もう、もう、 単純にそう思いますね。うん。世の中がさ、あのさ、ね、だから今はやっぱりこう、感染、もう感染を、ね、感染拡大を防止するのに動いてるわけじゃないですか。うん。で、やっぱり政府が一番やりたいところってそこだと思うんですよね。感染をできるだけ防ぎたい。けど、まあ、と でもやっぱり、ね、全ての経済活動を止めることはできないけども、まあ、極力こうやって、あのー、ね、パチンコ屋さんとも、まあ、娯楽じゃないですか。うん。で、ね、もちろんパチンコ屋さんで働いてる人とか、企業とか、ねまあ、そういったね、企業活動とかは働いてる人とかもいるから、そういったところをね、うん、なんつうんだろうなで、そういった人のね、あれも、もう気持ちもわからないでもないけども、 けどさ、けど、やっぱり、ね、あのー、ね、他の業界だって苦しいんですよ。うん。だそれをね、パチンコ屋だけなんかその、何あのー、対象から外してくれって、なんかよく言えたなと思って、うん。 確かにね、苦しいのはわかるんだけども、うん。ちなみに、栃木県の場合ですと、あの、全国に、あのき、うん、緊急事態宣言が全国に拡大されてから、1回目の、あのー、休業要請って出されたみたいなんですよね。で、それでも、え何店舗かやっぱりね、あのー、営業を続けたみたいで、それから2、2回目も出し、2回目を出して、それでもね、え営業を続けてた店,店をね、えー、っと、 28日かぐらいに公表したみたいなんですよ。で、公表して結局、ええー、と、今は全店舗休業してるのかな栃木県の場合だと、うん。全店舗休業に応じてるみたいなんですけども、うん、それにしたんでさ、あのー、これはパチンコのね、組合側から県に要望を出したみたいなんですけども、県としては、なんか、うん、結局、あのー、 土地県だけそれを許しちゃうと、結局他の県からのね人が流入しちゃうから、それはちょっとで、き、あのー、難しいみたいな回答を出したみたいなんですよね。うん、だから、うん、まあ、それは県として、回答、県からの回答としてはね、それはもうごもっともなことで、うーん、ね、できるだけ、だって、ね、我慢してる人いっぱいいるね本当に。いろんなとこが我慢してるんだよ。うん、なんでお前らだけ我慢できないの、パチンクや、ほんと。 あの、実際僕もパチンコやりますよ。やるけどさ、やっぱり時期が時期だから、うん、ねえ、うん、ここは我慢しないといけないし、ね世の中、ね協力しないといけないじゃん。ねコロナなんか怖くねって言ってるバカもいるけど、まあ、そういうことじゃねえじゃん。みんながさ、みんなが一つの方向に向かってんだから、ねえ、それのは、まあ反乱分子、ね。 うん、例えばその、ね、それにね、不平不満を持つのはわかるけど、それはさ、あのね、あのー、政治に関わる人間が言ってる時点でもアホなんであいつは。まあ、あいつの話は後でするけどさ、うん、うん、とにかく、あのー、今このね、あのー、休業予選の対象から、えー、除外を要望してる、え栃木県遊戯業組合ですか、まあ、ちょっと、バカなことはやめてがら、ほんとに。 栃木県がほんの恥だからこんなの。うん、もう、こう、県民として言いたい。うん。本当にね、こう、なん、栃木県のね、レベルがね、こう、なんつ、というかね、レベルを下げるというか、そういうことやめてくれないかな、本当に。うん、まあ、これ、本当に恥ずかしいニュースです、これ、は本当 ほんとびっくりするわ、こんな、こんなことが、<laughs> ねええー、これ5月の1日にね、これを、あの、県に要望を出したみたいなんだけども、まあ、まあ、却下、まあ、厳しいっていう回答はね、県の方は出したみたいなんだけどね。まあ、それは当然ですよ、そんなのね。う,ん,うん。そんなね、栃木県で空いてるなんだって分かったらみんな来るから、他の県から。うん。まったく、なんか、 もうね、こんな要望が出ること自体はおかしいんだよ。うん、だから、あのー、もちろん苦しいのはわかるから、だから苦しいんだったら苦しいで、あのー、お金の面でさ、お金の面でその保証の問題とか、そういった方に、ちょっと、あのー、 重きを置いたらどうなんだいって。うん。まあ、そういったよりパチンク屋上げてたのが儲かるのがわかるよ、そりゃね。うん。<laughs> もうパチンク屋なんてさ、どうにもなんだから、えー、養、え、ん、ー、の、ね、えん、ー、のスタイルでさ。うん。あのー、まあね、うん、本当に回収、もうね、回収する気になればいくらでもできるような業界だから、うん。あのね、上げ、上げればね、儲かるそれはわかるんだけども、 ね儲かるのそれは分かるけどもさっきそ違うじゃん違うじゃんやっぱりねえうんま,まあねまあなんていうのかなまあ、言っちゃうとパチンコ屋っていうのはねえ違法賭博なんだからね本当はねうーんまあちょっとそ,そこはグレーなところなんだけどもさうん お前,お前らそういった中で商売してるんだからさ、まぁ、あ、ちょっとそこは考えた方がいいと思います。まあ、あということで、まあね、土地に県運用組合、うん、もうそんな恥ずかしいことはお前らやめろ、本当に。土地県民としても恥ずかしいってことで、ということで、うん。 ぜひね、もう、こんなような、他の県もこれに続いてね、あのー、県とか都道府、各都道府県に要望を出すなんていうことは、ぜひやめていただきたい。はい。ということで、えー、今日はちょっと、遅い時間になりました。以上になります。うん